今ですね、スイスのジュネーブにいます。ジュネーブのね、この辺り一番中心だと思われるところ、旧市街のね、います。目抜き通り。そしてこれトラムが走ってますね。で、この辺りがレストランとかカフェとかお店が結構多いんですけどね。本日2014年9月の18日木曜日です。昨日ね、来て、今日もう出てしまうんですけど、ね、パリに行くんでね。なかなか綺麗な街でございます。物価は高いけどね。向こうから来てますね、路面電車。路面電車とか1日パスとか買うとね、路面電車とかバスとかそういったのの乗り放題のやつがあるんで、皆さんぜひとも買ってみるといいと思います。これがジュネーブのトランスポートカード、フリーパブリックトランスポート。なんでこれさえ持ってればね、何も言われません。